おいとご飯の時間がやってきました。イエイ、はい、今回はですね、テイクアウトで蒙古タンメン中本、はい、すごい北極を辛いやつ、買いに行こうと、ということで、なんか鼻から辛そうな T シャツ着てるよ。今日着替えてちょっと俺濁ってるな、まあいいや。蒙古タンメンの色です。臨戦態勢。一人だけ黒くね。そうだね。ね、ちょっと落ち着きを、はい。ということで、はい、買いに行きましょう。はい。ゴー。じゃあ蒙古タンメン中本町田店。じゃん、買ってきました。これが、スープですね。スープ、でこっちが麺。なるほど、あ、シンプルだね。開けていきましょうか。はいはいはい。ということでこの麺は、はい、茹でるタイプ、茹でるタイプ、ね、で買ってきました。しかもこれ3等分になってないからちょっとズルができますね。すごい、なんかこれなんか4等分になる。本当多い。これがまあその蒙古タンメンといえばのスープです。北極のスープ、北極、もうこれだけで結構、うん、おー辛そう、すごい辛そう、なんか浮いてるもん今、おー、麺を、はい、ほぐしていきましょう、麺が多めに、北極がなんだか 1.5 玉分入ってるってことでした。私あの北極じゃないわ、蒙古タンメン自体を初めて食べる、太麺だね結構。そうですね、うん、じゃあ行きます。はい、はい、できました。できました。すごい、見るからすごいね。そうです、行ってみましょうか。はい、食べていきましょう。はい、いただきます。いただきます。おお、これってさ、10辛っていうの10倍じゃなくて普通なんだけど、結構スープだけ飲んだら辛かったよ。うまいですね。この辛さ平気でんで、マジか。なんかうながらっていうか、そこにある辛さもそうだし、なんか麺がね、こういうもちもちしてるしね。肉が入ってるんで、肉結構もやしかなこれ。なんかよく入ってます。体がポカポカしてた。唐辛子だけじゃなさそうなんだけどな。なんかニンニクの風味がすっごい効いてる感じ。そんな感じですね。すごい。美味しいね。ちょっと余裕ないな。お前10から食べたはずなんだけどな。辛い昔ね。そう、最近食べてないですからね。そうだね。そこまでむせるか。結構ずっとこう苦戦を強いられて、よくすごいね、いつも思うんだけどさ、多分吸い込み方にコツが吸いすぎない吸いすぎかそうなんだよ。よりによってこういう時に吸ってしまうという。
でもそのハマる人が多いというのは分かる気がするね。この癖になるわ。そうなりました。おあー、辛辛いな、マジで。いやすごい汗が染み込んで。マコも。これ本当にやばい、これは。うん、あのね、うん、これは自分本当ダメな辛さだった、自分は。あ、そう。あのさ、ずいぶん前にさ、うん、ココイチの10辛だっけ、うん、はいはいはい。あれの系の、うん、なんかあの、味仙とかの辛さとはタイプが違う。うん、もうなんかね、口の奥苦くなってきて、最後。うん、俺も多分鼻水出ながら話してるけど、もうほんと止まんなくて。いや、なんかもう、すごいわかるよ。うんうん、なんか進んでへんかったもん。久々に本当にココイチギブアップした時以来、途中で本当にやめようかと思った、マジで今回は。へぇー。久々来た。確かに、自分好みで言ったら、味仙の、あの、名古屋のね、味仙のアフリカの方辛いと思うし、あっちの方好きですよ。なんかね、自分は。俺もね、あれね、辛いけどうまいんだよ。辛かった。いや、今回は。今回本当辛かった。今回でも、そんなめちゃくちゃ辛いわけでもないですよ。そうだね、辛み自体は、なんていうの、こうなんていうかこううーっていう感じにまでいかずにいったんですけど、ね、うん、結構はまあ良くなるわね。そう、だからこれですよ、これ。ね、うん、代謝が良くなる、うん、ラーメンです。すごい、うん、でね、あ、そうそう、そういえばね、今日辛くて忘れてたけど、お店の方はあの麺はこう家で茹でるような生麺と、うん、もうちょっと後でチンするような麺が選べるとおっしゃってました。電子レンジね。電子レンジね。やっぱり茹でた方が、まあ、時間があるんであれば、うん、茹でた方がなんか自分好みのね、硬さにできそうでいいと思いますよね。そうだね。あと 1.5 倍の麺量も嬉しいしね。ただまあなかなかね、そのこう自分は行く機会がなかったので、うん、こう初めてこの辛さというものを体験できて良かったです。うん、あやちゃんも辛いの好きやもんな。平気で食ってるからさ、お二人して。結構これみんなに食べてみてほしいな。こうどっち派なのか、僕すごいのか、俺がね、二人が普通なのかすごいのかちょっと知りたいです、自分も。自分はほら、あのスペインでアフリカ人と一緒に生活してましたから。だよね。でもヌヌシートは分かるのよ、辛さ、そら鍛えられてるだろうなと。あのね、うん、実を言うとスペイン行くまでは、うん、あのココイチの5辛とか食べてる、うん、10辛とか、うん、辛っと思いながら最後まで食べてた。え、マジで？マジで。そんな時代があったの？あったあった。で、スペインに行って、アフリカ人と一緒に生活するようになって、アフリカ料理を毎日食べた。でも、それの、うん、そのココイチの何倍っていうかね、ちょっとなんか次元の違う辛さのね。ね、でも、これ以上辛いものってないと思ったんですよ。うん、で、食べてたアフリカに。アンゴラの人が作ってくれたからね。そう、ある日さ、ナイジェリアの人が来て作った辛い料理を作ってくれたわけ。食べろよとか言うから、鍋開けたら、鍋開けた瞬間倒れそうになる。だから辛いのって、むちゃくちゃある段階が。聞いてた、頭で。ナイジェリアがまあ、全然じゃあアンゴラよりも。いや、多分その人がそうやったかもしれないけど、あの時ね、本当に冷えてたよ、まだ。
あ、そうなん？冷えてたやつ開けただけで目が痛くなる。俺もう得じゃない。マジで？マジで。俺もう絶対住めないアフリカ人と。いやもうアフリカ人ってもう本当に辛いのばっかり食べるから、ね、さらにさ、辛いやつに、うん、さらに辛味オイルとか。正気じゃないよ、もうすごいね、それ。うん、あ、じゃあ余裕今日のは。今日のは、うん、まあ、全然想定内。そうね。うん、日本、まあね、アフリカのあれじゃないからね。そう。まずすごいビビった、マジで、その話も。ほら、こう、持っていっても、丼持っていっても、そこまでこう目が痛くなることないじゃん。ないね。目がにかけてるから。目がにかけてるからね。まあそんな感じでね、うん、マコ頑張りましたね、うん、頑張りました、涙出たもんね、頑張りました、うん、珍しいな、店とかさ、蒙古タンメンとか結構行ってるのにな、今日久しぶりすぎたんじゃないかな、久しぶりすぎたんかな、かな、そうかも、じゃあまた行くかはい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、はい、ではまた。